皆さんこんにちは。お集まりいただきましてありがとうございます。ただ今から、衆議院小選挙区に立候補いたします記者会見をいたします。よろしくお願いします。では、入ってますか。はい。では、立候補をいたします。私の家内門池真美純子を紹介いたします。はい、どうぞ。この度小選挙区で立候補いたします家内門池真美、通称純子であります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、皆様お忙しい中、大勢の記者の方たちに集まっていただきまして誠にありがとうございます。私はこの度衆議院選に立候補いたします、籠池康則の家内純子でございます。私が立候補することに際しなぜかということをお話し申し上げます。この森友事件は安倍菅麻生政権の平成最大の疑国事件であります。そこに公明党国土交通省がアスベストを隠してその上貸し担保を外し、そして主人に偽の契約をさせたということが発端であります。私は自公政権ぐるみで、公文書改ざん隠蔽破棄までした国策捜査でした。この森友事件がきっかけで被害者が加害者にすり替えるという、それが森友事件だけではなくたくさんの人々がその目に遭っているということを知りました。司法の腐敗が露見し国民共通の問題だと分かり、これ以上私のような人を増やしてはならないと思いました。私は一審で無罪になりました。にもかかわらず300日勾留される人権侵害に遭いました。人質首相は改革いたします。日本人にとって民主主義の国で権力が支配しているその上ですね、公明党が入って日本の憲法まで変えようとされ、国民を支配する形に変えようとされていることを国民に伝える者がいていいのじゃないかと思いました。先ほども申し上げましたように、一審で私は無罪となりました。にもかかわらず夫婦で300日勾留され、森友問題を通じてさまざまな事実を最後まで究明してほしいから立候補いたしました。私は専業主婦でした。主人に手伝ってほしいと言われ教育に関わってきたわけです。しかし公明党創価学会により引田管財人を裁判官から指名させ、塚本幼稚園は今潰されてなるものかと思ってます。森友学園のみならず皇室の美智子様の関係のある精神学園も創価学会員によって乗っ取られています。今大阪においても全国の教育機関が潰されようとしています。日本の国は神様がお作りになった国であり、私は日本に生まれてきたことを誇りとして持ってました。長い安倍政権によりいい加減な国になりました。学校教育、日本の学びの場を考えるきっかけを作ります。私は塚本に生まれ塚本で生活し、60年以上ずっとこの塚本幼稚園において塚本の土地において育てていただきました。父森友博がいたしましたこの塚本幼稚園も創業70年を優に越しました。塚本の地区は
父がたくさんの子供にそろばんを教えてきましたし、また全国の学校法人を一番に立ち上げた幼稚園でした。それでこの選挙区を選びましたと言ってもまだ言っておりませんが、元の自民党に戻ってほしいです。そのためには自公連立を解消し、住みやすい日本にするために、万博カジノは一切させない、反対を進めてまいります。拉致のこともなお一層力を込めて救出の作業に加わらせていただきます。元の自民党に戻ってほしいと考えます。立候補の会見を終わります。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、籠池真美、純子の方からの立候補の会見でございましたけれども、今から質問に、移っていただきたいと思います。そしてその時には、会社のお名前、先に言っていただきましたが、お名前を名乗っていただいて、それから質問ということでお願いいたしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、どうぞ。はい、読売新聞の田中と申します。田中さん、はい、選挙区はこの大阪5区ということでよろしいですか。はい、大阪5区です。大阪5区、淀川、東淀川、西淀川、此花区、この区域で、小選挙区を戦わさせていただくということになります。続けて、はい、どうぞ。正直直前まで娘のちなみさんが出るんじゃないかという話、取材でもそういう感じだったんですけど、あ、そうですか。それは最初から純子さんが出向される予定だったのか、それとも何か直前で変更があったのかっていかがでしょうか。もともと家内の方が出馬をするという方向でなっておりました。はい、他の方何かございますか。よろしいですか。はい、どうぞ。共同通信の山本と言います。はい、共同さん、どうも。では無所属での出馬ということでよろしいですか。無所属の出馬ですね。はい、どうぞ、何でも聞いてください。どうぞ。まあ、この小選挙区の出馬、私たちじゃなくて家内の出馬、私はもちろん家内をサポートして、常に演説にも一緒に同行いたしますけども、これと森友学園の民事再生の話とはまた別の話でございますので、これは私たち夫婦の事柄だということでご認識いただきたいというふうに思います。はい、どうぞ。毎日放送の梅名と申します。はい、今回奥様純子さんが出られるということですけれども、まあ、次のちなみさんのお名前も上がりましたけれども、その純子さんが出られるということの理由と、あと今回の出馬についてですね、何か背中を押したもの、一番のきっかけなどありましたら教えてください。はい、皆さんまでおかれては私が出馬するとなると拍子抜けされたと思うんですよ。だけどもやはり本音で伝えていきたいなと思っています。今の政治家たちはやはり国民に伝えたいと、国民のために寄り添ってとおっしゃいます。ですが国民に伝えてないと思うのです。やはり、まあ、無所属で一人でこうやっていくっていうことに、なんていうかやりがいがあるなと思ったんです。それときっかけは、きっかけはなんだかなっていうと、ちょっと思い浮かべませんが、なんか最初から主人も娘も、塚本の地で生まれたお母さんだからお母さんがいいって言いましたもんですから、ならばそれを天の言葉と思って何て言うんですか、違った勉強を与えられる機会をいただいたことを感謝し、自分を
試してみるのもいいんじゃないかなって思ったんです。なんか固定観念でできないできない、あの人にはできない、無理とかではなくて、やっぱりやってみないとわからないんじゃないかなと思って、それはこう主の中で300日一人ぼっちでいて、その時に誰も助けてくれないとすごく思ったことがあるんですよ。それでやっぱりでも誰も助けてくれなくても、なんかいつも自分の中に助ける力がやっぱり芽生えて、なんかこう助けていただいたなっていう300日だったんで、だからお父さんが娘がこう勧めてくれたら、やっぱり嫌と言わずにチャレンジしようと積極的になりました。それだけだけです。何も思惑も何にもないです。もう今のなんかの政治があまりにも汚すぎて、あまりにも国民がないがしろにされているっていうことを感じたので、まあ大阪のおばちゃんでやっていけるん違うかなと思って立候補する動機になりました。すいません、甘いかもしれませんけどお許しください。ありがとうございます。すみません、共同通信です。はい、どうぞ。共同さんどうぞ。一般的にその、まあ、ちょっと事務的な話になりますが、政治活動は純子さんというお名前でしますか、それとも、ご本名は、まあ、真美さん、ポスターなどに書く名前も含めて、どういうお名前を使われる予定ですか。いいご質問ですが、正直に言います、先だって主人が真美さんで言ったらいいって言ったんです。だけど私はお父さんに純子が好きだから純子がいいって言いました。それだけです。純子でいきます。よろしいですか。マミの方がいいですか。いやいや、まあ、それは選んでいただくこちらがどうこういうことではないんですが、一応政治活動名としては純子さんで活動していくという。はい、そのように考えております。はい、わかりました。はい、はい、ご家庭の中でいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。朝日新聞の堀本と言います。朝日さん、はい、堀本さん。経歴について確認させてもらいたいんですけど、はい、まずご出身は大阪市ということでよろしいですか。はい、学歴と職歴にも伺っていいですか。え、学歴、はい、はい、近段階高校を卒業しました。それから甲子園短期大学幼児学部を卒業しました。東大ではありません、申し訳ありません。はい、でも東大でなければ有名な大学でなければ政治家になれないってなると、やはりこう画一的な人間ばっかりになってしまって、今のようななんていう頭でっかちの人ばっかりが政治家やるっていうことな。だけどやっぱり私心は誰にも負けないと思ってます。だから心で勝負しようと思ってます。塚本幼稚園で勤めていました。幼稚園の方が園児ですか。そうです。子供ができてからです。 何年っていうのは分かりますか。それが、はい、59年に、59年じゃなくて、平成2年に手伝ってほしいって言われて、で5番目の子供が幼稚園の時期に幼稚園に手伝いましたが、ずっと主人のもうすぐ専業主婦に戻ろうと思ってましたので、ですので共済に入ったのはずっと後です。8年間は最低8年間はお父さんの扶養家族でおりました。専業主婦で戻れると思ってたんで、だからちょっと忘れてしまいました。そうですか。
あ、平成29年のこの事件になるまで。他に職がついておられたって聞きました。ありました。何がいいの？なんていうんですか、ちょっとだけ会社に1年半ぐらい会社に勤めておりました。使えなければどんな会社？内緒です。あ、いいですか、それは。はい、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 他は何かございませんか。よろしいですか。はい、どうぞ。どうして籠池泰典さんじゃなくて、要は泰典さんがどうして出馬しないのか、ご自身は出馬考えたことはないのかということを。はい、私の方にも出馬の要請というんですかね、いろんな方々からありましたけれども、まあ、この先ほど、候補者は言っておりましたけれども、300日間の交流というのは極めて重要なポイントでした。で、これは私であればともかくとして、家内、無罪の家内を300日間交流したという事柄については、私が言葉を発するよりも家内が発していった方が、やはり司法改革の原動力になっていくんだというふうに認識をしました。で、しかも、今森友学園の方は民事再生のただ中にありますが、その創業したのは家内の実父森友博先生でしたから、当然この大阪5区で戦うのであれば森友博の血筋でありますところの家内だというふうな認識をしました。で、さらに、国土交通省の話をかなりもしておりましたけども、やはり国土交通省 の、 水戸の国記念小学院の土地の下にアスベストが存在してた。で、それを森友学園が水戸の国記念小学院を開校しようとしたときに、定期借地で、貸してもらった。もうその時にアスベストがあったことは分かっておったにもかかわらず、近畿財務局と国土交通省航空局はそれを、まあ、隠蔽をしてまで、貸し付け、そしてその後購入させしめたというところがあるわけですね。その国土交通省の大臣は誰だったのかというと、公明党の大臣である石井さん、そして、その後赤羽さん、次は斉藤さんというふうな形になってらっしゃって、ちょうど森友学園が存立しているところの選挙区には公明党の方が立っておるということも一つの大きな原因であります。で、家内についても、やはり森友学園が、民事再生になっていることについては熟知たるものがありましたから、その関係で、籠池真美純子氏が出馬するということになりました。いいでしょうか。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他はどなたかありますか。はい、関西テレビの上田と申します。はい、上田さん、はい、今後、具体的な選挙活動で具体的にどういうふうになっていかれるのか、具体的なものがあれば教えてください。わかりました。もうこれからですよね、やはりね、選挙活動にはどのようにしていいのかもうちょっと分かりませんが、まあ、11日の日に大阪府庁の選挙管理委員会にお邪魔しまして、無所属ですから2時からの説明会があるようですから、それをお聞きします。そして選挙事務所も構えないといけませんでしょうし、いろいろなスタッフの方の手配も、まあ、協力していただける方もいらっしゃいますので、その方々とも相談をして、そして次のどこの駅でどこの場所で選挙演説をするのかということも考えていきたいというふうに思っています。まずはポスターを作って、まだポスターも作ってない状況ですからね、そこからです。はい、先ほど出馬の要請があったり、まあ、支援もあるということなんですけど、具体的にどういった方からどういった支援要請があるのか、可能な内容でいただけますか。それはね、一般の方々からの出馬要請というのはたくさんありました。ですから、まあ、既存の政党というものについては、まあ、具体的に挙げられませんけども、
そういうふうな筋の話もありましたけれども、もう僕でありましたら無所属で戦うべきだというふうな認識をしたということですね。はい、いいですか。はいはいはい。他は、はい、ABC テレビの大野と申します。はい、今おっしゃったように僕なら無所属だっていう話ですけど、僕以外も何かどこかに検討の余地とかはあるんでしょうか。どうですか。ないです。ないですね。ということはもともと無所属その出馬要請とかあったものの無所属でしか考えてなかったっていう。なるほど。え、出馬要請ないです。自分で無所属です。一人だから無所属です。他はどなたかいらっしゃいますか。まあ私と家内は常に一緒に動きますので。家内の選挙活動にでも私もおりますから、まあ、皆さん方は追いかけていただいてどういう選挙活動をしているのかということをどうぞつぶさにご覧になっていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。教えてください。はい、どうぞ。やはり有権者の中には、まあ、森友学園の問題がありまして、やはり森友お二人に対して、まあ、不信感を持たれている方が、まあ、少なからずいると思うんですけど、そういう方たちに対してはどのようなアピールといいますかということをして、まあ、票を、まあ、当選に向かっていきたいと思っていらっしゃいますか。そのところを教えていただけますか。不信感というのはどういうことを耳になさってますか。どういう内容ですか。具体的に教えていただけますか。まだ今日会見されたので、まあ、出馬を今日聞いたので何とも言えないんですけども、まあ、一般的に報道を見ているとやはりこうまだ森友学園が成立していない中という中なので、有権者的にはそこが落ち着いてないところで出馬しても果たして投票するかどうかっていう一般的に思うかなと。それに対していや私はこうですよってどう訴えていくつもりなのかなっていうのを知りたいと思います。何もないです。ただやっぱりやっぱり呼びかけていくことしかないかなと思っています。で私も YouTube で籠池康則純子チャンネルでこうお伝えしてはいえあんまり影響力がないかもしれないですけれども、その森友学園の実像ということはお伝えしたはずなんですけれど、そういうところはマスコミの方に取り上げていただけなかったのは残念だなとは思うんです。はい、ですからこちらの方も発信してるんですけれども、その公平に報道していただけたら嬉しいなっていうのはありました。ですからご存知のように森友学園が勃発しました。で300日交流中 の, 報道とかはその前からの報道っていうのはもう本当に過熱してて、どのチャンネルを回しても私の悪口ばっかりでした。だけど私は言い訳はできませんので、やはりこう受けもう何て言うんですか、言われっぱなしというところもありましたが、まあでも弁解せずに弁解する余地もなく、やっぱり報道は一方的に流れていたことはありましたけどね。だけど今そういったことのことをいろいろこの4年間を振り返ってみて、やっぱりその4年間があったからこそその今の自分があるんだと感謝しようと思って、そのこう生き方をやっぱり変えられたっていうことはやっぱりあります。でもそれをその不信を持っておられるという言葉で、まあ、今おっしゃいましたが、じゃあその場で例えばまあこうして回ってこう選挙演説会で回っていたら、やっぱり「籠池!」って言って罵声も浴びせられる時もあるでしょう。
だからその瞬間瞬間を自分がどのように対応していくかっていうことだったらお答えはできるのですけれど、ただ漠然とそのような質問に対して私はどう答えていいのかあまりに多すぎてあの答えることは今ちょっと できないんです。また教えてください。とりあえずやっぱりこうだからそういう、疑念があられるからこそ、発信していけれる、という考え方もやっぱり あるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あの時事通信でいないですね。ありがとうございます。選挙で一番訴えたのはこれ司法改革ということでよろしいですか。やっぱり森友事件をきっかけに先ほど言いましたが被疑者が加害者にすり替えられたりっていうことが一般社会においても起きてるんだということを知りました。だからそういう司法の腐敗というものですよね。そのまあそれをやっぱり伝えてい、くっていうことも大事じゃないかなって思っております。例えばってなるとやっぱりストーカー行為とか今問題になっているやっぱりこうなんていうんだいろいろないじめ問題とかそういったこともやっぱり全部含めて全部視野に入っていると思います。あと細かいことですけど、あそれ、うん、はい、ちょっと別の一件ですけどちょっと選挙に出られてるので専門家というのがあってみましょう。はい、ここで言うんですね。昭和31年11月23日です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。毎日新聞の鶴見です。鶴見さん、はい、ありがとうございます。大阪5区の選挙区内の他にも公明党の鶴見さんとかいろいろ立候補者いると思うんですけども他の政党の5区の情勢といいますか立候補者についてどのように今はいです。全く情報も何もないです。ただなんていうんですかこの間の松井知事さんと吉村市長さんのクロス選挙あれがやっぱりこう頭にあります。あれはなんかおかしいなって思ってます。やっぱり自民党は大阪の自民党を応援すべきであったんではないかなって思います。その意味においてはやっぱり何ですか都構想の時もそうでしたけれども自民党政権が大阪の維新を応援してるっていうのはもうちょっと異常やなと思いました。私はそれがやっぱり頭に残ってます。であの時もこんなん言ったらなんですけど柳本さんとか小西さんとかがなってたらちょっと大阪はここまでひどくならなかったんじゃないかなって思ってます。残念です。やっぱり小西さんは実務タイプの人でお父さんも何回か会ってはりますからやっぱりそういう実務タイプの人が会って あらないといけないのになんかこう利権で動いているという印象は国民全体がお持ちだったらいいなと思ってます。私は思ってます。付け足しますと大阪の自民党の人はかわいそうですよ。やはり中央政府の方からの指導でですね、公明党と連立を組んでるから公明党を応援せないかんと。ところが都構想については、公明党の方は自民党大阪自民党を応援するどころか維新の党を応援したということですよ。ということはもうまた先状態に自民党がなっているということになりますよね。きちっと元の状態に戻さないかんのじゃないかなっていうふうに私はこれは思っておりますけども、それと安倍政権がされてきた9年の功罪のうちの罪の部分こうはあまりなかったと思いますね。
あの罪の部分が大阪にとっては非常にもう壊滅的な打撃を与えたんじゃないかなっていうふうに思います。あの市民のまた先二分化してしまったこと、共同体として存立ができなくなってしまったこと、そしてその後何というんですかね、あの、指定政令指定都市でそのまま大都市構想維新が敗れたにもかかわらず、あの議員さんの力で、その大阪の政令指定都市の資金を全て大阪府に移動してしまって、私たちというか森友学園が存立している大阪市も疲弊のどん底に今至ってきているような気がします。連合町会とか自治会というのももう瓦解してしまいました。社会福祉協議会も瓦解してしまいましたから、これはやはりきちっとそのことも含めてもあのいろいろ考えていかないといけないんじゃないかなとは私は思っています。はい、他に何かありますか。はい、どうぞ。ラストキャストです。はい、どうぞ。まあ、ちょっと失礼な話かもしれないですけど、選挙って結構お金かかると思うんですけれども、今ちょっともう学園の子もね、あんな状態になってるんですけど、資金面のメドとかみたいなのは大丈夫ですか。誰、どちらに聞いてらっしゃいますか。あ、元々どちらでも話せる範囲でできる。もうこれはもう積み重ねの原則でやらないと致し方ないと思います。ですから選挙に出馬するというのもあの最近にき決めておったことですから、持ち金というものは蓄えはありません。したがって、無所属ですので供託金、これもあの自前で出すことになりますし、いろいろとボランティアの方々とかいろいろな協力者の方々に募って対応せざるを得ないというふうに思ってます。ですから政党 の応援があるような、そんな豪勢なというんですかね、選挙事務所も用意できないかもわからないし、もう本当に手作りの選挙体制になっていくというふうな認識をしています。はい、特に小鳥さんに間違いるとかそういう谷町、はい、いや、僕はないですよ。もう市民の人が谷町、あ、谷町いますよ。神様です。はい、いいでしょうか。大丈夫ですか。はい、どうぞ。細かい話なんですけども、あの奥様の出馬するにあたっての主なった肩書きなんですけど、はどういう肩書きですか。あ、家内の肩書きはあれですよね、もうあの当然のことから森友学園 の副園長、塚本幼稚園の副園長だったということは、当然のことでありますし、そして、私の家内であるということも当然のことでありますしね、あの幼児教育のところで、ずっと積み重ねてきた経験、キャリアですね、それもそういうことだと思います。はい、森友学園の副園長が元々そういうことね。はい、はい、森友学園の元副園長。そうですね、そうですね。森友学園の職員でもいいです。すみません、学校法人、あ、そう、私の学校法人の方で何か役職について言われたんでしょうか。知ってません。幼稚園の副園長っていう方だったんです。学校法人ということは、まあ、理事とかですか。あ、ついてません。まあ、家内は理事とかついてないので、あの一職員ということだったんですよ。ですから、まあ、あのお話を聞いて、あ、と思われると思いますけど、私は森友学園の理事長、あの森友事件が起こった時も私は理事長で、家内は副委員長、評議員でも理事でもない。これがあの逮捕されるということに大きな問題があるというようなことですよね。ですから、大阪地検特捜云々のことが、ね、入ってしまうとまたややこしくなりますけど、司法改革というのはやっぱりきちっとしておかないかんのじゃないかというふうなことを金を持っているということはそこにあるということですよね。
いじめられたものはそのいじめられたものしか気持ちがわからないこともありますし、やっぱりやられたらやり返すっていうようななんかそんな気持ちも自分の中でやっぱりあります。なんていうか、それがやっぱりその今のまあそういうのはちょっとあれですが、国民の人たちにとってやっぱりなんかもう何にとっても勇気と希望をなんか与えられるようななんかことがあったらいいなって思ってます。それでないと何て言うんですかね、オリンピックもそうですが、もう国民の声を聞かずにやっぱり上のものでも勝手に決められているというこういう流れをやっぱりこう、こんなまあ私のようなおばちゃんでも選挙でやっぱり答えを出せたらいいなって思ってます。出る限りにはやっぱり勝ちたいなって思います。はい、31年です。僕ですか。僕は昭和28年2月の7日。はい。すいません、よろしいですか。ありがとうございます。毎日放送の宮と申します。まあ、今回ですね、国政に出られるということですけれども、まあ、当選された場合ですね、安倍元総理ですとか、麻生前財務大臣などともですね、対峙する機会というの今後出てくる可能性があると思うんですが、そのあたりについては、まあ、国政に出ようというところでどのように考えていらっしゃいますか。はい、国会において質疑したいです。どういうふうにされたいですか。伺うとしたらどういうことを伺いますか。小学校 の、 土地のアスベストを検証してほしいと言いたいです。それとストーカー行為で被害に遭っていらっしゃる方々を救済してあげてほしいです。なんか安森さんの方から、まあ、奥様通じて何か私の方からでしたら、やはり森友事件のもちろん再調査ということがありますよね。その森友事件というのは赤木さんがおっしゃってるようなこの財務省だけの問題ではなくて、もともと国土交通省の土地ですから、国土交通省に大きな問題があるということになります。でそこから再調査をしてもらわないかんということですよね。で皆さんご存知のよりも国土交通省は公明党の指定席になってますから、いろんなことが他のことでもあるんだろうというふうに認識します。そしてもう一つはやっぱ安倍首相に、やはり何て言うんですかね、自分の非は自分の非で認めるとともに、やはり国民に謝罪するということをやっぱり直接に言っていく必要性があるというふうに思います。それと菅官房長官に対しては、国土交通省そして財務省の公文書の改ざん、これを指令した張本人でいらっしゃるわけですから、このことについてもやはり言及をしていかないといけないというふうに思います。そういうことでしょうかね。ですから手のひら返し発言によってどれだけの人が大層迷惑を受けたか、そして小学校というものも開設ができなくなってしまった、そのことについてはいろいろな見方もあるんだけども、やはり為政者としてきちっと清廉潔白を証明して、それを国民に提示するぐらいの度量がないと日本国の首相としては難しかったんではないかというようなことを自分の口から言ってほしいというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。はい、どうでしょう、もういいでしょうか。あ、すみません。はい、どうぞ。
最初に純子さんが、共同通信です、はいはいはい、最初に純子さんが話した中に、まあ、その今回の森友学園、まあ、一連の問題についての再調査も求めますっておっしゃってるんですが、それは選挙に出るにあたっての公約というか訴えの内容ということでよろしいですか。公約ですかね。公約です。先ほど会見の挨拶に冒頭申し上げたようにですね、はい、まあ、その森友学園をきっかけに、はい、そうした被害者が加害者にすり替えられるということを知ったもんですから、ですからこれは国民共通のことだということで解釈していただいている方がありがたいです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。ユイテレビの神田と申します。神田さん、はいはい。先ほど出るからには勝ちたいというふうにおっしゃってましたけれども、実際この僕ですと公明党の認識さんが強いというふうに、まあ、見るあれが大変だと思いますけれども、実際に出て勝つことができると思っているでしょうか。勝つことができるのであれば、どのような訴えをしていけば勝つことはできるとは一言も言っておりません。やっぱりでも出る限りにはやっぱりこう、勝ち方も負け方もあると思いますから、ですのでやっぱり勝ちがい負けがいがあるような選挙をしたいなっていうことを思います。ずるいでしょうか。何区でしたか、大阪の3区でしたかね、柳本さんが無所属で出馬されるということが昨日かになったようですけど、出馬は取りやめになりました。明日は取りやめになったんですか。はい、明日の記者会見中心の連絡が各マスコミに。ああ、なるほどなるほど、はい、やっぱりそういうふうな思いというのがやっぱり当然あるんでしょうね、自民党の方にはね。ですからそういうふうな思いをたくさんの大阪の何ですか、公明党を支持する公明党の方しか出れないというような小選挙区においては、不満がうっせきしているような気持ちもいたしますから、その辺を、家内がどのように、その支持をいただいていくのかということもポイントになってくるかなとは思います。そうですか。ああ、取りやめられたんですか。もったいないなあ。その取りやめの理由は何ですか。ごめんなさい、ちょっとそこでも。そうなんです。みんなそうですよね。途中で頓挫するということは多いですよね。それを貫くということがやっぱりなんていうか、私もこの4年間を振り返ってみて思ったんですけど、やっぱりこう貫くということがどんだけ厳しい世の中なんかなって思います。人に言われたらフラフラ気持ちが変わる人ばっかりで、本当になんていうのか、信念っていうものがやっぱりこう大事だなと思いました時に、やっぱりこう私もそれは分かりませんけれども、だけども信念を貫いていかなければやっぱり全体的に救われないんじゃないかなって思うんですよ。やっぱりこう本当に意気込みというものが何かのなんていう欲張りでですね、潰されていくような、これはもういじめとも言えることも一緒なんですよね。学校でやっぱりあの人がこんなん言ったよ、あんなん言ったよということで、もうすっごい心を痛められている若者ものすごく多いですよ。そんなことぐらいで、まあ、心痛めなくてもって思うとの思っても、やっぱりそれはその人たちに伝えていけるような大人がどんどん増えなきゃ、子どもだってやっぱりこう救われないと思います。子どもたちがこの大人社会の構図をこれが本当なんだということで引き継いでいかれるとしたら、ますますなんか弱体化していくような気がして、まあ、それは絶対あかんやろうって思ってます。
いいでしょうか。すいません、最後に、はい、ありがとうございます。あのこれまでですね、あの、まあ、節目節目で安典さんがあの、まあ、自分のお気持ちをですね、こう歌にしたりとかあの表現されてこられたと思うんですけれども、まあ、今日あのこうやって、まあ、出馬会見ということで、まあ、ある種だと思うんですけれども、まあそのまあ、歌じゃないと思うんですけど、純子さん、改めてこうやって会見をして、自分の今言いたいことをおっしゃられたその気持ちというのをさ、あのごめんなさい、最後質問かどうか分からないですけど。私は皆さんに感謝です。この300日間の皇室生活っていうのは、私がやっぱり目には見えないかもしれないけれども、自分の心の中に大きく変化がありました。例えば皇室の中においても、皇室がなんか公正秩序じゃないじゃないって思ったし、これもう本当にあの古いなって、もう昭和の匂いがプンプンするような皇室の中で、なんかでの若い人たちが薬漬けになっていく。そうするとその皇室出た後に公正性って言ったって無理じゃないですか。だからそういうようなこととか、やっぱり目で見て体験してきて、私よかったなって思うんです。だから皆さん方マスコミの皆さんにごまんするわけじゃないんですが、すごく感謝しています。私みたいな人間を本当にボロンチョンに預けてくださって感謝しています。そのおかげで私はこの、 あの、困難とされる、不可能とされる、その何て言うんですか、普天間とされるこの公明党のその地域をですね、に一石を投じることができる女になりました。もう本当にこれは感謝であります。本当に感謝です。やっぱりなんかみんな一緒になんか連なってたくさんの人数でやっていく人はたくさんいます。だけどこの日本の国には一人でやろうという人が自民党の国会議員の中にもいないですよ。自民党の国会議員の中でもですね、悪と分かっていても悪に釣られていくような国会議員ばっかりで、公約と全然反することばっかりをしてしまってますよ。それを放ってて見逃してっていうような、そんな国民に勇気と希望を与えられる、この選挙でありたいと思ってます。そういう選挙に展開していきたいなって思っています。自分が思ったことは実現すると私はいつも思ってますから、私の思いを実現するかしないかはマスコミの方々たちの応援も必要です。どうかこの日本の国を変えるために、このおばちゃんが勇気を出して一石を投じるということ、これを本当になんかなんていうかな、分かっていただくてもいいから、私の姿を見て、あ、応援してやりたいなっていう気持ちにさせるような後ろ姿を若者たちに見せていきたいなって思います。それが本当にこの、 あの私の人生の中の恩返しだと思ってます。私いい格好できないので、本心しか言わないので、だからその本心を国会で見てきた、その国会で見てきたことをいろいろと自分の中で咀嚼しながら、国民のところにどん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 と声を国会にまた流していきたいなっていうのが私の願いです。ありがとうございます。はい、もう50分になりますので、これで、はい、対話、対話でいいですか。でもいろいろ質問してくださるってことは本当に嬉しいですよ。いつも記者の方たち質問一個もないんですもん。ありがたいですよ。重複して恐縮なんですけども、あの、まあ、マニフェストといいますか、あの主な例えば3つぐらい言いたいことを挙げると、あの先ほどの地方改革ということもあったと思うんですけども、はい、主だったら訴えたいことを3つ挙げるとすると、はい、どういったことになるか、はい、言ってもいいんですかね。言ってもいいんですか。あの安倍総理です。私は国民の皆さん方から言い訳するわけじゃなく、安倍総理を利用した悪い人間だということを言われ続けてきました。だけど昭恵さんが言ってきたのは昭恵さんの方からであって、私たちから昭恵さんに言ったんじゃないです。それを利用してきたというふうにするには、やっぱり権力者とは、権力者と一市民をこれほどまでにいじめるようなことっていうのは、やっぱり許してはいけないと思います。主権在民のこの日本の民主主義の国家をこのようにして潰していった安倍総理、やっぱり責任を取ってやめるべきです。そのことも言いたいんです。今日も日大のことも出てましたが、もうそれもそうですけど、冬芝大さんのお店であのりそな銀行さんも寄って、そして
あの森友学園の偽の契約書を使って迂回融資してお金を回したっていう、そのことってみんな怖がってマスコミも出さないじゃないですか。公明党の悪口言ったら籠池さん殺されるからって言われて、みんな言わないですよね。確かに公明党創価学会はヤクザを使って人を殺して芸能人や政治家をいっぱい殺してきましたよ。だけどそれ事件にならないじゃないですか。だけどその事件にならないからこのようにしてですね、日本の国がどん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 なんていうんですかね、あの取られていってる状態ですよ。だからこそ私はやっぱりあの警察もそうですよ、もう司法改革もやっぱりあの司法取引もやっぱりおだなりにしてですね、あの一般国民をどん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 貶めているようなこの構図を私ね、知ったことの方が私それの方がもう一番嬉しいんです。そういうことによって発信していけれる私にはその、 あの可能性はやっぱり持ってるんじゃないかなって思いました。だって本音でいきますから、嘘言えないですね、本音でいきますから。だからこんなことを許してる国は絶対ダメだと思います。おかしいことはおかしいって言わないと、あのオリンピックのことでもおかしかったし、泉補佐官やらあの女性とあんな不倫してていても、不良公費を使ってても何のおたごめなく、まだ次の岸田さんの補佐官に泉補佐官なんて、どれだけ泉補佐官が有能なんかは分かりませんが、やっぱり悪いことは悪いということで、やっぱり処罰しないといけない。そういうことをしていてこそ日本の子どもたちに教育が透明感ができてくるんじゃないかなって私は思います。まあ、非正規労働のこともあります、カジノのこともあります、万博のこともあります。大阪市民がこんだけ嫌がっているのにそれを推し進めていって、今なお多くの赤字を抱えている大阪市民が風市民税の高値で困っているわけですから、困ったいことを挙げればいっぱいあります。だけど私にほじくり出したらいっぱいあります。だけど一番今やっぱり国民の声をあの聞かない政府に対しては去ってほしいなっていうのはすごい願いです。この選挙しか機会がないので、やっぱりそのみんな本音と建前で生きていかないといけない社会の、ね、中にいて、私は別に本音と建前を使い分けなくてもいい立場にいるからあのこう申し上げるわけですが、と思います。今の 子供たち、まあ、皆さん方もやっぱりお子さんおられると思うんですけれども、今のやっぱりこう子どもたちがこう本当にあの安心して生きれるように、あの学校教育の見直しもあのしてあげていただきたいなと思います。はいはい、今の最後の質問にさせていただいてよろしいでしょうか。先ほどちょっと、東京スポーツです。先ほどちょっとお話にも出ましたけども、理事長、今、奥様の会見を終えられて、あの、一個読んでいただけたり。僕ですか、ね、いや、僕も今月しちゃってきた。今のお気持ちで。はい。会見。記者会見。ごうごうたりし、国の改革。記者会見。ごうごうたりし、すみません、解説をお願いしていいですか。はい、この記者会見でお話したことが、記者さんたちの、 あのたくさんの質問の中で国民各位がそのことを認識されて大きく豪々と燃える豪華のようになって、豪華もう燃え広がる火のようになって国が変革していくなというふうな意味であります。はい、どうぞ、本当素晴らしいです、ね、いいでしょうか。はい、じゃあ、 記者会見はこれで終わらせていただきます。